どうも、いちょうです。今回ラムの記憶来ております。編成はこちらです。いきます。はい、奇跡的にこいつに1回ね勝ちました。勝ったんですけど、一晩明けたら全く勝てない、全く勝てなくなりました。はい、ちょっと喋りながらじゃちょっとやっていきますけども、全く勝てなくなっちゃって、はい、奇跡の勝利、あれは何だったのかって感じなんですけど、まあなんとか勝ったところを動画にしたいので、やっていきます。はい、エナクロ、エナクロですね。今回のあのフェスでですね、エナクロの星6十色まといの戦技を手に入れることができまして、それで戦況がガラッと変わりました。はい、星6戦技のおかげでエナクロが3段階までね、十色3段階まで持っていってから覚醒入ると、もう一気にね最終フェーズまで駆け抜けられるようになりましたね。で、最終フェーズになったらリノワに交代、リノワが覚醒打って、攻めでぐって形になるんですけど、はい、まあそこうまくいくかどうかなんですよね。いや、ほんと星6戦技、まあ星6というか十色まといあればすごく楽ですよね。今までほんとまあなきゃなくてもいいだろうって思ってたんだけど、やっぱあればすごく楽ですね。 OK、 ちょっとなかなか喋りながらだとタップが遅くなっちゃうんだけど、はい、でリノはこれ、なんだっけ、専用アビ作ってきました。このメンツだとどうしてもねアビリティの奪い合いみたいな感じになってしまうので、はい、持ってきましたね、作ってきました。まあ本当はシンクロ持ちのキャラに作ってあげたかったっていうのはあるんですが、まあ背に腹は変えられんというか、もう絶対こいつに勝ちたいっていう気持ちがねありますので。 OK、 よしよし。はい、でチェーン役は皇帝です。皇帝がチェーン打って、で合間で弱体を入れてきます。弱体超絶をレンズ交換してきましたので、はい、あとは地属性のまといのバーストも持ってきてます。あと他はなんだっけ、覚醒も持ってきてるんですけど、おそらく使わないっていうか使えないと思います。ゲージがかなり苦しいのでそこまで回せないと思うんですよね、ゲージ。はい、なので、まあチェインと弱体をメインで頑張ってもらうという形ですかね。まあ隙あらばまとってちょこちょこ攻撃参加って感じで、基本はエナクロですね。エナクロ前半はエナクロで、なんとか駆け抜けてしまう。はい、その間はリノアはちょっとこのブレイブでサポートしてあげる形になりますけども、どうかな、うまくいってくれるかね。うわー、きついけど、よし、踏みとど入った、よいしょ、 OK、 よし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 、いいぞ。ああ、そうだそうだ、弱体入れよう、忘れてた。自分で喋ってて弱体入れるの忘れてましたね。皇帝やっぱ喋りながらだとちょっと間違うんだよな。よし、リノアはブレイブアビリティで一つレベルを下げる。 OK、 これ系の攻撃は全部分身でかわします。はい、雷槽だけか、あれもめちゃくちゃ強いんだけど、はい、もう全部リルムの分身でかわします。はい、 OK、 確か次あたりに全体攻撃すごいのが飛んできそうな気がするから、これだ、
大丈夫か OK で、また超絶で回復しながら分身不要で、次雷槍をかわすみたいな感じっすね。はい、 OK。 もうね、この説明も何回もしました、何回も喋って、もうね、はい、まあでもこれがね、本当配信者の辛いところでありますけども、頑張りますよ。このじいちゃんだけには絶対負けたくねえっていうなんか気持ちがね芽生えてきまして、はい、頑張ります。じゃあ弱点入ったよ。うららは、うららはもう最終フェーズに向かってね、ゲージ溜めまくります。はい、もうなんだったらどうだろう、おー、いいダメージいってる。なんだったらもうゲージ溢れてしまってもいいぐらい、はい、だと思ってます。それぐらい溜めたい。 OK、 よし、いい感じだな、今のところはいい感じですよ。 OK、 大丈夫大丈夫、よし、覚醒入りますよ。え、ナクロさんお願いしますよ。いけ、よし、よーし、いいダメージだ、ちょうどいいっすね。あのブレイブアビリティで解除してからこの入り、よし、これで3段階持ってきました。もうさっさと雷槍、はい、かわす、はい、当たらない、オッケーオッケー、いいっすよ。オッケー、最後行きましょう、攻めましょう。後手はチェイン、よし、さあとりあえずは早く 70% を割ってしまいたい、次のフェーズに行きたい。どうだ、いけるかな、いけましたね、 OKOK、 追撃もあるし、はい、剥がしに来る。でここでリノアはもうあのまとってない状態になるんですけど、超必殺でまとい直します。もうブレイブは使わない、はい、っていうのは、まあ、半ゲージでまとい直せるっていうのもありますし、半ゲージっていうか1ゲージか、昔の半ゲージだよね、はい、でまとえるっていうのもありますし、そうですね、あの最終フェーズでリノアが覚醒入った時に、あのブレイブアビリティが残ってるとちょっとまずいんですよね。はい、あのリノアの地属性のバーストは、まあ、何回も言ってますけど、あの操作不能になるので、ブレイブアビリティが残ってるとそれ使っちゃったりするんですよね。だからちょっとそれはまずいので、覚醒入る前にブレイブは終わらせたいところなので、こちらでまとい直す。でその代わり、まあ2ゲージはねちょっとキープしつつ、3ゲージとかになったらオーバーフロー打っていくって形で最終フェーズまで粘っていく。暴きの一発、これ大丈夫かな、大丈夫だ、 OK で、またリルムの超絶で分身不要。ほんとこの分身がすごくなんていうかいいんですよね。この雷槍がすごく、雷槍の処理がすごくめんどくさくて、はい、だったんですけど、この超絶のおかげでかわしまくりです。 OKOK、 皇帝はとにかくゲージ貯めてくれ、よっしゃ、いいよ、頑張ってるよ、おっしゃ、いいね、気まぐれクラッシュ。まあ本当はね、強式レベル低いところでこれ発動してくれればよかったんだけど、
まあ、タイミング合わせるのもなかなか大変なんでね。はい、麻痺が来た。まとってないキャラに、まあ、麻痺不要の攻撃が来る。で、すぐさま、ここを直したい。うららは壁張ります。いけるかな？勝ちてえな。もういい加減勝ちたい。本当に、何回挑んだかな。あ、来た。オーバーフロー打ちます。一応オーバーフロー扇も持ってきてますけど、ちょっと間違わないようにしないと。オーバーフロー行きます。オッケー。ライスソー？効かねえんだよ。オッケー。で、壁張る。壁張り直し。よし。次のターンで、どうだろう、最終フェーズいけるかな、いけないかな、どうでしょうか。ほら、どうだ。いいっすね、いいっすね。まとってなくても、まあ、標識レベル下げればそこそこ入ってくれるんで、いいっすね。はい、また剥がしたな、お前は。あー、どうしよう、ここどうしようか。いやー、ちょっとまだいけないと思うんだよな、最終フェーズ。いけないっすよね。はい、わかりました。いったか。あ、まだ行ってない。ちょっと残しましたね。ちょっと残しましたけど、これで行ったんじゃない。 OKOK、 行きました。はい、もうすぐさまデスペル入れて、標識レベル上がったらタイタン。よし、 OK。あー、ここまとい直しがいいのかな、それともまとってないけど。よし、リノアは覚醒入ります。まとってないけど、どのぐらい出るかなこれ。あー、まあ十分ですね、十分十分。おっと、覚醒終わっちゃった。終わってしまったか。ちょっと待って、ここ待機短縮入れたいな。待機短縮入れて、工程で弱体を入れたいんだよな。どうしよう。こうかな。マギカールブーム入れて、からの短縮入れよう。よし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 。短縮じゃねえや、弱体。これでちょっとあれじゃない、誰だっけ、リノア火力出るんじゃないかな。アンチヒール、これがいやらしいんですよ、ほんと。オッケー、いったいったいった、オッケー。よしよしよし、強式レベル下げてくれりゃオッケー。えい、で、チェーンつなぎ直しっすね、次。はい、ナイス。チェーンつなぎ直し。リルムはゲージ溜まってる。オッケー。よし、覚醒入ります、ここ。回復量どうだろう。アンチヒールで、だいぶ下がってるかな。あー微妙だな、これ。微妙っすね。まあ、でも、ちょっと魔力上げたいから、いきますわ。よし。さあ、あとリノアにも頑張ってもらうしかないっすね。リノアがあとどれだけできるかですよ、これ。ナイスだ、これはありがたい。よし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 。いいぞいいぞ、弱体も入ってるからそれなりにダメージは出てる。リノアさん、お願いします。あとはお前だけだ、お前次第だ。あとはなんとか勝ったところを動画にさせてくれ。
ちょっと重くなってるけど、落ちるなよ。このいいところで落ちるなよ。アプリが落ちたとかなんて最悪だからね。アレグロ入れます。ナイス。さあさあさあ、アビリティ吸われちゃうから、その前にどんどん打っとかないと。うわー、来たー。大丈夫だ。よし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 、いけ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 。あと 23%。 これがすごく遠い、すごく遠いです。よしよしよし。あー、できれば固定まといたいな。オッケー、ナクロ頑張ってます。できればまといたい。オッケー、ちょっとうらら待機しようか。オッケー、ナイス。さあもうちょっと、ナイスだ。サンタジャーが来る。大丈夫、ちょっとマギカル分入れます。待機短縮、さらなる待機短縮。ここはブレイクタイム。よし、落ち着けよ。今まで本当ここまで来て何回もね、逆転負け食らったりしてたから、頼む。バリいった。どうだ、あと 8.6%。 うわー、どんどん来る。うわー、もう雷槍は大丈夫、雷槍は大丈夫よ。さあ、まとえるな。皇帝まとえるけど、リノはどうだ。決めてくれ、頼む。決めてくれ。もういい加減この撮影終わりたい。決めてくれ。 2.6、 もうちょっとだ。うわー、吸われた。くそー。うわー、これでもう強式レベル3ですもんね。うわー、やられた。くそー。あのね、ここだぞ、ここ乗り切れば俺たちが勝つ。うわー、やられた、剥がされた。くそー、くそー、てめえ。くそー、落ちろこれで。よいしょ、 1.9%。 うわー、くそー、このカウンターがもうずるいっすよねこれね。1%。 そう、結局なんかみんなカウンターでやられてるって感じですよね。くそ、悔しい。あー、勝てない、マジで勝てねえ。はい、一応これ動画にしておきます。はい、敗北動画ね、店でちょっと申し訳ないですけど、もう一旦本当にここでちょっと撮影、ちょっと休憩したいので、はい、一回ねこれ動画にしておきます。ポッと、ちょっとごめんなさいね、画面が乱れました。僕もだいぶ疲れております。はい、じゃあ一旦ここで区切ります。ご視聴ありがとうございました。